休憩前に引き続き会議を開きます。次に参観民生費134ページから171ページまで質疑ありませんか。以上。はい、お会議。すみません、さっき間違えていただいたんですけど、大した質問じゃないですけど、151ページの、番号も言いませんが、一番下の憩いの家管理に要する経費なんですけども、これ、憩いの家の、利用人数と、公募の仕方を教えてください。環境美化センター所長。環境美化センター所長。はい。広報の仕方につきましては、年に2回、広報地方へ出してるんですけども、何せ枠の関係ありますので、ここ数年は年1回の広報と、あとホームページの方で、掲載しておりますので、お知らせ中はこの2つになっております。で、利用状況なんですけれども、30年度の実績で、年間194件、利用人数は2995人の利用をされております。以上です。はい。稼働率としては結構高いんですよね、ここね。そうですよね。じゃあちょっと気になってるというか、すごくいいとこなんで、実はうちの嫁さんもよく使わせてもらってるんですけども、友達と行くのにすごくいいらしいです。で、桜の季節はなかなか予約は取れないっていう話を聞いてるんですけども、いや、やっぱりすごくいいとこなんで、もうほんまに、忙しい月と、ちょっと空いてる月と、差があるみたいなんで、あんまり言うと嫁さん行けなくなって怒られるんかもしれないですけど、できたらほんまにいいとこなんで、知らない人もほんま実は多いんです。で、聞くとね、知ってる人が何回も取り張るっていうのがあって、もう、よくご存知の方はほんまにいいんで、何回も何回も利用されるらしいんです。そうじゃなくて、やっぱり市民全体でね、使ってもらうのが一番いいので、できたら、市民全体の方に使っていただけるように、もうちょっと候補の仕方、その数じゃなくて、候補の仕方をね、もうちょっと考えていただけなと思います。これも要望で結構です。はい、よろしくお願いします。はい、他にございますか。はい、堀市員。157ページの、1135、学童保育に要する経費の、全体で言うと、綾野台の学童を増設するというお話の、なんですけども、当初は数年前に綾野台小学校を建設されて、で、新品の学童保育の建屋が運動場にありまして、僕当時、文教族やったんで聞いたんですけど、これから新興住宅街でこれ増えてくる中で、学童保育のパーセンテージとか掴んでるんかっていうのを過去に聞いてあるんです。別に議事録に乗っとる乗ってない関係だと聞いてあって、で、適正というか、これぐらいですっていうお話だったと思うんです。で、そこからこれを聞くんですけど、足りないから増設した。当然、市民サービスなんで、時代のニーズに応じるし、新興住宅街で増えていくであろう、増えてほしいであろう、これから家も建っていくであろう、道路設備とかもしていくで、税金投入していくであろう中で、この2つ目増設して、その次に増設っていうのは ないんですかね、ないんでしょうねっていう聞き方もあれなんですけど、ある程度人数把握した上で、やっぱりキャパとかもやっぱり平均数値よりちょっと多いめに大は小を兼ねるじゃないですけど、やっぱり共働きも多い中で、学童保育っていうのはかなり求められるものになろうかと思うんですけども、当然1人当たりで平米数である程度必要な分だけ増設しとるっていうふうな回答になろうかと思うんですけど、今回これ建てるのには大賛成で全然問題ないんですけど、まだ足りないということは近々でないのかどうか、この辺をちょっと聞いておきたいと思います。教育総務課長。教育総務課長。はい、近々で次足りないということは今のところ想定してございません。ただし、基本的に、1支援単位、1クラス40人の枠で運用してございますので、もしこのまま景気等ものすごく回復して、たくさんの方が転入等されて、児童生徒
あ、ごめんなさい、児童ですね、が急激に増えれば可能性としてはないことはないですけど、今のところそういう状況ではないので、もうこの第三学堂のでたれりというふうに考えてますが、まあ、世の中の動きによっては変わりうるということを付け加えておきます。はい、はい、プリチ、はい、あのはっきりした答弁ありがとうございます。わかりやすいです。ということは社会情勢が上向いてっていうのも当然並行してくると思うんですけど、綾野台やさつき台っていうのは、まあ、建てるであろう土地とか今まあ工事してるであったりとか増えるのはもう僕ら素人が見てもわかると思うんです。当然新婚世代じゃないですけど、割と新しい家建ってきとるんで子供さんも増えてほしいと願うんですけど、今のキャッパで言うたら、あの学校そもそもが足りるんかっていう話にまた大きな話になってくるんですけど、これはまあ学童の予算なんで学童だけの話なんですけど、今のところこれは稼働率というか全体の、例えば綾野台小学校の生徒が何百人で、学童が今どれだけ利用しとって、であと空きスペースっていうか何人までキャパ耐えられますとか、そういうふうにちょっと数字的根拠で答弁ください。すいません、ちょっと資料ないんで後ほどにさせていただきます。はい、他にございませんか。はい、南で、135ページお願いします。001001の社会福祉人件費の時間外勤務手当なんですけども、まあ、2600万ほど計上されたんですけども、まあこれぐらい時間外がありますと、やはり時間外でこの支出するのがいいのか、人の頭数を増やしてみんなでこう、分担してするのがいいのかっていうところの検討っていうのをされとると思うんですけども、まあ、ある一定の、ある特定の職員さんばっかりちょっと仕事の負担が増えとるというふうなところになってくると思うんですけど、やっぱりこの社会福祉って特定のスキルが必要になってくると思うんですけど、その時間外で支出するのか、まあ、臨時の職員さんをまあ何人か増やしてこの時間外を減らしてっていうふうな、そういうふうなこう比較検討っていうのは担当部署ではされておりますか。職員課長。職員課長。はい、まあ、この社会福祉に関わらずですね、人員のこの割り振りと、まあ、時間外の、出方っていうのは、まあ、相当、まあ、相関関係があるというふうに、まあ、理解をしております。まあ、定数に関しましては財政課で、業務ヒアリングを経た中での割り振りでございます。で、人の割り付けは私ども職員課で人事担当しておりますので、そういったことでもやっておるところでございますが、まあ、財政とも近々は割り振り定数に関しても事前に、まあ、協議を一定しているところでございますけれども、何分、まあ、限られた人材の中で、割り振りをしておりますので、まあ、特殊な、まあ、イベント等々がある場合はその時に、まあ、予測してですね、人事的に人を増やすとかいうふうなこともしておるところでございます。ただ、まあ、私の件に関してですけれども、まあ、特定の人に、まあ、時間外が偏るような状況っていうのも、まあ、最近は少しずつですが相当、まあ、改善はされてきておりますけれども、やっぱり今の時点ではやっぱり特定の方の時間外が多いという実態もございます。まあ、そういった中で、まあ、人を増やすのがいいのか、まあ、ところも増やせばどう言ったらいいんですかね、まあ、単純に減らされられる部分もあるんですけれども、まあ、専門性であるとか特殊性であるとか、まあ、そういったことを考えますとある程度は、まあ、特定の人に時間外を幸せがいってしまうと、まあ、そういうような実態もございます。まあ、今後もご指摘の通りですね、そういったところも踏まえながら、定数の管理、人の定数の、配属、まあ、そういったことをトータルで考えていく必要があるというふうに考えております。はい、はい、南で。やっぱり今、まあ、働き方改革も見られてますけど、やっぱり職員さんはやっぱり大事に、仕事してもらえるように、大事にこう、
対応していく、対応していくっていう考え方も大事だと思うんで、そういう意味では臨時で雇える分に対しては臨時で雇って、ある程度この時間外を減らしてあげるっていうふうな考えもまた、検討の中でよろしくお願いしたいと思います。以上です。答弁はよろしいですか。はい。はい、他にございませんか。はい、田本委員。169ページ。ゼトロ1203の生活扶助、生活と扶助という生活保護のことにお聞きしたいんですけども、前年度と比べてなんですけども、まあ、現状はこの30年度のかなり私はものすごく多い人数だと思ってるんですけども、前年度と比べましてね、世帯数で、30年度で3814、で、前年度と比べて212世帯減ってて、人数では、30年度4216人、で、人数では284人減ってるんですけどね、まあ、現状でも私ものすごく数だと思ってるんですけども、これだけの数減ったなんか理由ちょっと聞きたいんですけど。福祉課長。福祉課長。はい、理由としてでございます。生活困窮者の、支援ということで、生活困窮の方に対して就労の支援ということで、しております。そういう部分で生活保護へ至るまでの方、そのまでの方がフォローしているというところが一番大きな原因だと思っております。以上です。はい、よろしいですか。はい、他にございませんか。はい、すみません、137ページなんですけども、001059の保健福祉センターの管理に要する経費なんですけど、ここの11-05の電気料、1400万円かかってるんですけど、この電気はどこから電気を買ってるんですか。関西で福祉課長。はい、福祉課長。すいません、関西電力株式会社でございます。これ契約するときにどこかとあいみつとか取ってられるんですか。福祉課長。福祉課長。すいません、今ちょっと資料ございません。まあ、結構後ほどでよろしい。はい、後ほどでお願いします。総務省。はい、先ほどの電気の契約の件ですけれども、これにつきましては市の施設、数施設、ちょっと今手元に何施設かないんですけれども、ほとんどの施設ですね、包括的に総務課の方で一括で契約しております。まあ、電気料につきましてはそういったこともありまして、かなり、特例といいますか、割引の方も一定ある中での契約となっております。どこと関西で関西で、はい、南で。それは関西電力としか交渉してないっていうことになるんですかね。総務省。総務省。以前に新電力との見積もりを取って、比較したんですけれども、やはり、現行では関西電力の方が安いということで、現状は関西電力と契約しております。はい、南谷副委員。その以前っていうのが一のことなんかわからないんですけども、やはりこの近隣の近隣というか橋本市内でも結構皆さん比較検討して、どこから電気を供給するかということで、考えられている民間の企業も結構あると思います。
で金がない、金がないっていつも橋本氏言うとるんで、そういうところからきちっと金を浮かしていかなければ回せるところに回せないんじゃないかなと思うんで、まあそのやっぱり毎年でもやっぱりきちっといろんなそういう先から、相見つなりを取って、していただいた方がいいんちゃうかなと思うんですけど。総務長。総務長。あのその契約につきましては、あの1年単位ではなしに、あの一定の期間で、まあ、そういったあの特約といいますか、そういうような契約になっておりますので、現状の変更については、まあ、できないような状況になっております。まあ、その一定の期間が、まあ、契約することで、そういった関西電力との特約というような形をとっておりますので、まあ、ちょっと今後についてはあのご指摘の分も、考慮しますけれども、現状については関西電力のままというのでご理解いただきたいと思います。まあ、途中解約も含めて検討中だ。他にございませんか。よし、あ、はい、南根副委員長。あ、すいません、139ページ、うん、さっきから委託料ばっかり聞いとるんですけども、この上の13番の委託料の機械警備の委託料というのは、その建物の警備の委託になるんですかね、これ機械警備、すいません、総合管理委託料1390万というものです。副課長。副課長。総合管理委託料はよろしいですか。はい、はい、これにつきましては、保健福祉センターの、総合案内、警備、庁舎内の清掃、エレベーター補修、消防設備、非常用電源等の点検となってございます。はい、南副委員長。それはどちらと契約されたんですか。福祉課長。福祉課長。委託業者は近畿ビルサービス株式会社です。これも複数、はい、南副委員長、これも複数年の契約なんでしょうか。またあのいつ頃契約されて、前の契約はどこの業者だったか教えてください。福祉課長。福祉課長。はい、長期継続契約ということで3年契約となっております。前回の契約につきましては平成30年4月1日、今回前回は平成27年4月1日から平成30年3月31日となっております。で今回につきましては平成30年4月1日から令和3年3月31日となっております。27年も同じ近畿サービスですか。福祉課長。はい、福祉課長。はい、あの同じ業者でございます。あ、入札されとるっていうことですね。入札で近畿ビルが副市課長。はい、入札でございます。ある程度その入札をかける前にやっぱり説明会って開くと思うんですけども、その中でやはりもっと競争させるようなやっぱり内容でやっぱり説明会を開いて、もっと抑えるような形を取っていった方がいいと思うので、その辺もちょっと考慮していただきたいと思います。答弁結構です。はい、他にございませんか。教育総務課長。教育総務課長。先ほど保留させていただきました学童保育の件についてお答えさせていただきます。ページ数もう一度お願いできますか。157ページ。はいはい、まず、今の学校の児童数とそれから学童保育を利用している子どもの数の割合等でございます。まず綾野台小学校の児童数が306人に対しまして、今、新設なった第三学童も含めて104人利用しています。割合で言いますと約 34%
です。それから、先ほど私、社会情勢、景気に、まあ、左右されて可能性もあるというような話だけにとどまりましたが、平成6年までの、児童の数と利用人数を推計しています。あ、ごめんなさい、令和6年、はい、例えば令和2年では、児童の数が310に対して利用者が110、令和3年では313に対して108、令和4年で310に対して105、同じく5年で305に対して102、6年で297に対して100というような、まあ、推計がありますので、先ほどおおむね40人が一つの、まあ、支援の単位ということですので、今3つあるから、今のところはいけるかなというふうな推計をしてございます。それから、まあ、各学校にもよるのですが、今各小学校には基本的に空き教室がないという状況です。もう少し細かく言うと、特別支援学級の増加、英語とかの科目の増加、あるいは学校の課外活動で、充実、地域開放、それから放課後の子ども教室の実施など、児童数は減っているのですが、余裕教室がほぼないというような状況です。ですから、もし各校で、まあ、基本的には余裕教室使えたらいいんですけど、そういう教室が少ないという状況ですので、今学校の敷地内の一角に、まあ、建てに行ってるっていうのが、現状であります。以上です。はい、はい、ありがとうございます。またお伺いして聞きに行きます。ありがとうございます。はい、はい、他にございませんか。はい、南田副院長。はい、169ページなんですけども、の扶助費の001203、生活等扶助に要する経費、6億8600万というものなんですけども、これ、まあ、当初予算7億1000万で、補正かけて7億5900万。で、決算額は6億8000万ということなんですよ。まあ、数字を見てみますと、当初予算よりも、まだ少ない額で決算額が、計上されておりますけれども、この数字の使い方って、補正で増額して予算立てておるのに、この決算額が6億8000万というのは、何か数字を使うのにどのような形で使うんで6億8000という数字に落ち着いたんですか。補正で4700万増えるであろうというふうな把握をされたと思うんですけど、結局は7億にも満たなかったと。どういう事情があったんですか。答弁願います。福祉課長。福祉課長、はい、当初予算立てるにあたりまして、上半期分の実績で、見積もってあげたんですが、下半期の方が上半期に比べて伸びていなかったということが、原因となっております。その
したにもかかわらず当初予算に下回ったその根拠ですね、そこを聞かれております。このままやったら予算が足りずに、やっぱり補正を出して。だけど決算額は、いやだから上半期よりも実績が低くなったから補正の分よりも。答弁できますか。副課長、はい、すみません、あの医療費扶助、まあ、あの一番大きい、割合を占めているんですが、このところが、思ったよりも当初伸びが少なかったということが原因です。39あの、まあ、この件にかかわらず先ほどからあの補正があるのに扶養額というのをお話をされていますけれども、あのこれ各目ごとに集計しておりますけれども、目の下にいろいろ事業がぶら下がっておりまして、その増額の補正っていうのはその事業ごとにそれぞれするわけなんですけれども、それの増額した以外の項目で予算が余った場合には扶養額として出るというケースもありますので、一概に補正があったから扶養額が出ているのはおかしいというか、ちょっと当てはまらない、まあ、ケースバイケースということでご理解いただきたいんですけど、はい、財政課長、あの、少し補足いたしますと、この、まあ、扶養額の中には、返還金、あ、ごめんなさい、補正額の中には返還金の、まあ、1200万程度も含まれてございます。で、その差額といたしましたら、まあ、3500万というところになるんですが、それが、まあ、先ほどの答弁とも被るんですが、まあ、6億いや約7億の間の、まあ、3000万というところになりまして、医療扶助に関しましても、まあ、インフルエンザですとか、まあ、その年その年によっては非常に、まあ、あの流行するようなケースがありますので、そうなると、まあ、支払いができないと。でおそらくこれはまあ想像になるんですが、29年度では12月等でかなり医療扶助がかかっていて、それを見込んでおったのが30年度では、まあ、あまりかからなかったっていうのが結果となったっていう、こういう状況であるというふうに、考えます。はい、南副委員長、まあ、今の財政課長の説明でよう分かったんですけど、その細かい目があるとかっていう話もありましたけど、それも含めてトータルして当初予算よりも決算額が下回っとったにもかかわらず補正もかけて増やしとったっていう、まあ、この流れがありましたんで、別に扶養額がどうのこうのとかいう話じゃなかったんですよ。だからあの今の財政課長の説明でよくわかりました。あもう結構です。はい、他に、はい、はい、ここでいい、ちょっとすいません、僕もあのごめんなさい、ちょっと的外れた、大変お詫びするんです。ダメだダメって言ってください。あのページ数で言うとね、159とか161で、まあ、ざっくりなんですけど、子ども園の運営の要する経費とかになってきて、まあ、番号も言えないんですけど、これ、C で言えば、民設民営、まあ、私立であったりとか、公設民営の委託料であったりとか、そういうお金の決算額になっとると思うんですけど、僕聞きたいので、ね、ちょっと逆にどこを言うたらいいか教えていただきたいんですけど、公設公営にかかる部分のその修繕であったりとか、人件費的なことっていうのは、ごめんなさい、勉強させてほしいんですけど、どこで記されたのか、ちょっと恥ずかしい質問で申し訳ないんですけど、どこから切り込んだらいいか、ちょっとそこを教えてもらってもいいですかね。よろしいですか、委員長。はい。どこに書いてあるのか。はい、子ども課長。子ども課長。はい、公設公営の、施設の修繕につきましては、159ページ。001108保育所総務に要する経費の11節需要費の09施設等1修繕料563412円、こちらになります。はい、はい、以上。はい、この箇所ありがとうございます。すいません、そしたら、改めまして159ページの、1108の部分の内容から、お伺いするんですけど、まずハード部分でその
修繕ですね、どういったところを修繕するのか、また、それに準じる今後また老朽化対策とかあるのか、その点をまず一つ目教えてください。どこの園であるかということとね。はい、はい、子ども課長。子ども課長。はい、コロナ禍の内訳としまして、例えば君保育園で昨年漏水がありました。その漏水の緊急修繕を行っております。またですね、山田保育園につきましては空調設備が故障しましたので修繕を行いました。あとはですね、また君保育園になるんですけれども、引き込みの電柱のですね、支柱部分が破損したということで、こちらの方も修繕を行っております。これらを積み重ねまして、56万という決算が出ております。はい、はい、ご理事。はい、分かりやすくてよかったです。もう一個踏み込んで聞くんですけど、山田の空調の部分、これは、56万3412円のうち、いくらを要したんですか。はい、子ども課長。子ども課長。はい、山田保育園につきましては6万4908円でございます。はい、はい、小池。はい、ありがとうございます。ここからなんですけども、私立であったりとか公設民営は比較的きれいで新しいので、まだまだそういう対策っていうのはまだ5年10年先の話であろうと思います。私立につきましてはまた、今後考えていかなきゃな部分もあるんですけど、今聞きたいのは公設公営のこういった山田保育園のこれ修繕で6万円ったら結構な額なんですね。新しく買い替えたら40万、100万って言うと思うんですけど、こういう修繕である程度一律年式っていうのはほとんど一律やと思うんです。で、何台もエアコンあると思うんです。当然費用対効果も考えて今言われてるお金ない中で電気代、まあそんなもいろんなことを踏まえた上でね、もうそろそろ変えていかなあかんであったりとか、子供がやったら情報掴んどると思うんです。普通に考えて15年20年だったら市民病院でも対策練っとるはずですから、こういった子供に対する環境、潰れたからさあすぐに変えようとか修理しようこうではなくて、やはりそろそろこの辺でっていう線引きであったりとか、まあ、建物が古いから LED まではいかないですけども、せめてこの空調の部分っていうのはやっぱり見直していかなあかんのかなと思うんですけど、子ども課長の今後の見解をどういうふうに見取るのかお願いします。はい、子ども課長。子ども課長。はい、確かにおっしゃいますように、一定の時期に園舎自体は建っておりますので、導入している空調設備 もう正直かなり年数経っております。で、今回山田保育園につきましては、厨房での修繕でしたので、緊急修繕ということでさせてもらったんですけれども、あまり言いにくいかもしれないですけど、子ども園計画で、新しい園に統廃合されるまでは持ってほしいなと思っているんですけれども、残る園につきましては今おっしゃられたように、故障している、エアコンをそのまま引っ張るという考え方はやっぱりエンジンを預かっていればできないというふうに考えています。はい、以上です。小池知事。はい、ありがとうございます。まあ、ハードについてはその辺で結構でございます。このソフト部分について聞くんですけど、まあ、ちょっと一般質問みたいなことになって申し訳ないんですけど、やはりその公設公営を、まあ、子ども園計画がずれとるのはまず一丸のことを言うつもりないんです。それはもういいんです、市長の判断なんで、僕らもずっとそれを見てきとるんで、仕方のないことであったりとか約束違反やと思うところはあるんですけど、それは決算の場では必要ないと思うんですけど、ただ公設公営でまだ変えていかなあかんであったりとか、臨時食卓で保育士を雇っとると思うんです。で、賃金はものすごい安いけども責任は乗る、一番なんちゅうかな、手厚くせえなあかん部分に準じてくれとる人らのお給料がいかがなものかであったりとか、このソフトの部分で今後その正職員としてね、やっぱり1人ないし2人、こう10年ぐらい保育士雇ってないんですね、これ、ここらがちょっとこの10年に来て結構限界に来とるんではないんかなというふうに思うんですけども、たとえ1人2人でも次の予算に向けてとか、その政策会議とか、まあどの辺で議論するのかわからないですけど、実際限界来とると僕は現場を見るんですけど、子ども課どういうふうに見とるんですか。はい、子ども課長。子ども課長。はい、おっしゃられるように、現場の保育所の先生からはもう限界来てますよって、すでに厳しいご意見を子ども課には寄せられております。はい、ですのでですね、今の予定でなんですけども、令和3年度に向けまして、
新しい保育士さんを今のところなんですけども、2名募集したいなということで、町内の検討会議がありましたので、そちらの方で方向付けは今の方は内諾はいただいております。はい、堀内委員。はい、あのやっぱり建屋以上にあの職員が大事ですので、別に正職やからええとかそういう意味ではないんですけども、全体的なやっぱり保育士関係 の, あの賃金の上げる議論であったりとか、まあ、いろいろこれから見直していただきたいし、まあ、保育料無料もいろんなこと乗ってくると思うんで、あの今後ともどうぞよろしくお願いします。あの答弁は ありがたい答弁いただいたんで、まあ、ソフトもハードもやっぱり全体的に見ていってほしいということなんで、やっぱり最終的な受け皿は公設公営になろうかと思うんで、やっぱりあの基礎じゃないですけど、民も官も どっちもいいんだっていうことでね、学校がありませんので、うん、やっぱりその、うん、また次の話で質問しますけども、その辺やっぱりしっかり押さえといていただかないと次のステップに行けないと思うので、どうぞよろしくお願いします。答弁は結構です。はい、他にございませんか。はい、内容ですので、3巻を終わります。次に4巻、衛生費170ページから187ページまで質疑がありませんか。ちょっとお待ちください。ちょっと切り替えます。衛生費質疑ありませんか。はい、はい、お帰り。はい、はい、すいません。177ページの、001408、アナと緑のリサイクル事業に要する経費、当初に比べてもかなり縮小されてきて、だいぶ規模が小さくなっているのは理解できるんですけど、まあ、これも元々は、全市場の、何者にで、対比化事業を始めて、進んでいる事業なんです。これ自体実際今どうなんですか。対比化は僕が聞いてる話ではもうかなり、減ってるっていう中で、まあゴミの減量もまた新たな取り組みも、されている中で、この事業の存続自体は今後どういうふうにお考えなのか、教えていただけますか。はい、生活環境課長。生活環境課長。はい、花と緑のリサイクル事業なんですけれども、ま、今現在ですね、これにつきましては、ま、各地区の方で、それぞれ、堆肥化した堆肥を使って、お花畑とか、あるいは花壇、そういったものを、町の美化という形で、取り組んでいただいている、そういった、まあ、地区団体さんの方に、補助金として、交付させていただいております。で、30年度につきましては、全部で、11の地区の方に、区の方に、補助の方をさせていただいておるわけです。で、こちらの方につきましては、そのまあ、私としてましては少額ではありますけれども、各地区各区のですね、そういったあ、まあ、小さな取り組みではありますけれども、それが、だんだんとこう広げていっていただけたらいいなと、あるいはその地区の中でですね、継続的な取り組みを行うことで、皆さんの啓発に、少しでも資するものがあればいいなということで、今後も続けてまいりたいと考えております。はい、はい、すいません、僕ちょっと誤解してました。あの各地域でやっておられる方のところに補助金つけてる形に変わってたんですね、もうね。はい、そしたら逆にね、続けていっていただいて、この補助金が増えるぐらいね、やっていただいたら一番ね、ゴミの減量化にもつながると思いますので、じゃあもうこれからも頑張って啓発をよろしくお願いいたします。以上です。
他にございませんか。はい、高松委員。175ページのところの子育て世代包括支援センターということで、やっぱり最近お聞きしてみたいに、相談件数、30年度の相談件数と特徴的なことをお話しできたらと思います。子育て世代包括支援センター所長。子育て世代包括支援センター所長。はい、今議員お正しの件なんですけども、平成30年度はまだ健康課の中の部分で活動していました。で、虐待の方は子ども課の方にありまして、主に対象としていましたのは小学校以降、まあ、妊娠期から18歳までっていうのを売りに出してたんですけども、一番相談件数が多かったのは小中学校の相談でした。それは虐待までに至らない予防的な活動 の相談が多くありまして、家族関係の調整であるとか、あと学校等の関わりについて家族との調整が必要な時には相談を受けていました。で、直に親御さんに会ったり子どもへの対応をしたりっていう形で発達相談 の方へつなげたり、学校の先生と協力し合って家族に支援したりっていうような形で件数いろいろ内容に関して見ましてはいろいろあるんですけども、要は虐待にまで至らないように予防してたっていうような活動になりました。件数としましてはだいたい29年度は160件くらいやったのが、30年度は183件、260人くらいやったと思うんですけども、そのぐらい毎年上がってきてまして、で今年4月に子育て世代包括支援センターが課の方に昇格しましたので、これを契機に妊娠から18までの本当にこう予防的なとこから虐待までっていうところで各所属とともに支援をやらせていただいているという形をとっています。以上です。よろしいでしょうか。はい、他にございませんか。はい、田本委員。183ページの一番上のところなんで、一般廃棄の最終処分場改修工事費なんですけども、このずっと続けてるんですが、いつまで続くようになるのかお聞きしたいと思います。環境、美化センター所蔵。環境美化センター所蔵。はい、この工事につきましては現、処分場の延命化を図るための工事でありまして、で県の方で許可を得まして、その火災工事ということで延命、処理要領の、まあ、を確保するための工事であります。それで、平成29年度末におきまして、県道に7540名の、内容要領の届け、提出しまして、今回の工事におきまして盛り土が2200流米、そして、30年度において580流米の、埋め立て要領がありますので、約、8年から10年ぐらいの、引きまして、内容があるかなと考えております。よろしいでしょうか。はい、他にございませんか。よし、はい、はい、はい、185ページの上の方の19-03生ごみ処理機購入なんですけど、これ現在まあ件数としてどのくらいまで復旧されたのかお伺いを教えていただきたいことと、まあ候補なんてだいぶ復旧PR してくれてるんですけども、まあ、引き続き PR していただきたいというお願いなんです。まあ、その今所有されている件数どのくらいあるんですかなと思いました。生活環境課長。生活環境課長。はい、生ごみ処理機購入補助につきましては、
平成30年度に、においては、補助の対象件数が48件でございます。内訳半額補助が23件、8割補助が25件とっております。で、こちらの方なんですけれども、下記の週2回収集地区において26件で、週1回の収集地区について22件というのが30年度の実績となっております。あ、すみません、週2回収集地区においては26件、週1回収集地区は22件という内訳になっております。この事業につきましては、やはり件数の方もですね、で年々、増えてきておりまして、生ごみの、処理、そういったことに関して、市民の皆様のいろんな、ご理解や協力を得られる事業ということで、今後も引き続き実施していきたいと、またいろんな機会を設けて、啓発の方も考えていきたいと思います。でその一つの方法としまして、今手持ちの市の手持ちの方に生ごみ処理機が6台ございます。これはちょっとご家庭の方で不要になったということで、引き取らせていただいたものになるんですけれども、それの貸し出しっていうのをお試しでですね、2週間程度貸し出しでやっていこうかということで、今調整を図っているところでございます。はい、以上でございます。よろしいでしょうか。はい、他にございませんか。なし。はい、ありませんので4巻を終わります。次に5巻労働費、186ページから187ページまで質疑ありませんか。なし。なし。はい、内容ですので、5巻を終わります。はい、この際1、13時まで休憩をいたします。